フランス革命は1791年に活字に組まれたが出版されずに終わったウィリアム・ブレイクの試作品。タイトル通りフランス革命を題材としており、フランス王政の問題からバスティーユ襲撃までを描いている。ブレイクは書試験出版人のジョゼフ・ジョンソンの下で1780年から、 同版画職人として、挿絵やホリー板などの下請けの仕事を引き受けていた。ブレイクは、このジョンソン書誌から1791年に、フランス革命という試作品を刊行するはずであったが、何らかの理由で出版は中止された。現在私たちが読むことのできるブレイクの、フランス革命は、第一巻の構成づりであり、その表題には、 フランス革命史第7巻と書かれているが、第2巻以降の構成釣りについては不明である。この作品の出版中止に関する事情についても、ジョンソンが出版を断ってきたのか、あるいは、ブレイク自身の判断で出版を差し控えたのかも、定かではない。第1巻の構成釣りは、現在ハンティントンライブラリーに保存されている。ありがとうございます。